おはようございます。アップアップガールズかこにきのカジーことカジシマヤでした。でした、あれです。お眠ですね。でしたじゃないの、間違えたです。今日はスケジュールを今作りました。とりあえず30分残しておいてできるのかできないのかっていう感じなので、この配信は7時半まで。おはようございます。お元気ですか皆さん。今日は曇りですね。天気予報を私に教えてください。まだ天気予報見ていないんだ。木曜は一番気持ちのわからない乗らない日か。あ、そうなんだ。サタデー時間、まあこれは後ほど、まああげますけど、7時から7時半8時半から9時、12時から13時、14時から14時半です。こんな感じです。皆さんが見に来てくれるのを楽しみにしています。一応30分余らしとこうかなって思ってます。帰ってきてできるかもしれないしね。でも多分間に合わないんだけどね。間に合うかもしれないでしょ。それがあるので、30分もあるんだけど、夜ちょっとお休みなの。これ午前中にギュッと詰め込みました。そうなんです。皆さんがもし旅行に行くならどこに行きますか？切実に聞いてしまいました。もし旅行に行くならってなったら、北海道か。なるほどね。鹿児島。いいね。九州。九州私も行きたいかもしれない。沖縄かな？じゃあその辺。看護師っていうのかな、自動車道わささあ読めない、サラサラ、沖縄まだ行ったことないから、四国私も行ったことないんだよね。東京、来月日光、おはようございます。推しのいるところ、アフガニ旅行だ、やろう。東京都、長崎のハウステンボス、福島と宮城に行ってきた。だって国内で行きたいのは長崎と五島列島、佐渡か、マザー牧場、名古屋。ハウステンボスね、えあのね、ほうちゃんとメンバーの私と2人でリリースイベント行ったことあるんですよ、福島にね。その時に看板でハウステンボスの看板があったんです。ほうちゃん一生懸命説明してくれたんです。すっごい楽しそうだったの。そうそう、私も行きたいね、ハウステンボス。
効果福島って言った間違えた福岡にリリースイベントしに行ったの。そうそうそう間違えちゃった服が一緒だったら間違えちゃったオランダに行ったオランダ村だってオランダ村オランダじゃないんだから2期は福島と福岡いるからちょっとややこしい。確かにちょっとだけね私が言い間違えることがちょっと多々ありますが旅行に行きたいんだ。どうたら行けるかな。今回のラーメンもう一回食べたいだって。いや私も食べてすごい美味しかったです。福岡は2回行ったことあるのかな。うん福井県のメンバーえ面白い入ったら いいな。豚骨の匂いがファッとラーメン屋さん行くとするんですけど私は結構それが好きです。パパ、うん、あ旅行行くんだったらでも行きたいとこいっぱいあるけど行ったことないところに行きたいよな、うん、かつあんまり遠くないってとこ行ったら茨城県とかあんまり行ったことないんだよね。福井近いからいいなって福井ではテレビの砂嵐のことをジャミジャミと言います。あそうなんだ面白い。ジャミジャミ方言面白いね。アクアラインさっき鹿児島って聞こえてたけど鹿児島がどうした。行きたい行きたいところ、なんかもし旅行行くならみたいな。茨城県ドライブで行け3時間ぐらいで行けるのかな。そんなかかんないのかな。2期も47都道府県ツアーパッパッパやりたい。47都道府県ツアーやりたい。飛行機に乗れば大抵そんな遠くない。飛行機はできるだけ使いたくないんでね怖いから茨城に来ておすすめスポットがあんまりない。そうなの。あでもなんかなんとか狩りしたいな。桃狩りしたいのに桃狩り季節がちょっとあれなんだけど茨城はバスツアー中止になった代わりに行ってきました。あらあらすごい。誰かが吉川さんで聞こうですね。飛行機もダメなのか。ダメじゃないよ。ちょ怖いちょっと怖い。そういつもビビりながら乗りますね未だに。ビビるね。そう離陸と着陸に焦りますいつも。ああ飛行機怖い。一緒だ。桃は福岡、福島の方がいいかもって。うん、桃って季節どれくらいだっけ。確かに揺れると怖いね。私が初めて飛行機に乗った時秋田に行ったんですよ。その時に私と千夏とリンリンと3人でだったんです。すっごい天気が悪くて初めて乗った日からもうすっごい揺れるしふわってバッて落ちたりとかパッってすっごい揺れるんですよ。めっちゃ怖くてそれを経験してから
それが始まりだったからっていうのもあるのかもしれないんですけど、めちゃくちゃ怖いですね。怖かった思い出があります。中の空港は滑走路がボコボコで怖さがある。あ、そこにも不安が潜んでるのか。去年には20回乗ったから慣れた。すごい乗ったね。ちょくちょくあるレベルの揺れ。全然めっちゃひどい揺れの中乗ったわけではなくて、それが別にたまにわーっていう声がさ上がる程度だったので、そんなにすごい強い揺れではなかったらしいんですよ、飛行機の中では。でも私はそれ一発目に乗っちゃったから、じゃ怖かったです。大和くんが転んだ。巨大な鉄の塊が飛ぶ。そうなんだよね。なんで飛べるんだろうってすごい思う。乗り慣れてる人すごいと思って。同じく絶叫マシンは作る。一緒だね、私にとっては。エレベーターも飛行機も絶叫マシンと一緒の部類です、私の中ではね。ハワイで撮影できないだって。ハワイには行きたいとは思うけどね。行きたいとは思うけど、ちょっと怖いね、飛行機は。ハワイはどれくらいできるだろうか。れくらいできるんだろう。でもハワイ行くなって沖縄行きたいなって思う。外国はもちろん行きたいんだけど、なんだろう、まず日本で行きたいとこいっぱいあるからっていう感じかな。遠征できない、遠征とか飛行機乗らないとオタできないのでしょうがないって。さすがです。かっこよい。沖縄に行きたいななんて思う朝でした。まず日本って考えが好きだった。日本好きなんですよ、私めっちゃ。 てか日本しか知らないところあるんですけどね。昔はハワイなら行ったじゃんって。あのね、うち昔に行ったことあるんだよね、ハワイアンズ。写真が残ってるんだけど。ハワイアンズ実は行ったことあるっていう2回目。なんとなくは覚えたんだけど、思ったよりも大きく感じましたね。沖縄行きたいな、私も行きたいです。東京で伊豆諸島、日本いいとこいっぱい。そう、日本の名所って言われてるところは全部行きたいです。沖縄今旅行中の人いるって。いいなぁ、沖縄で旅行とかしたいな。釣りツアーで全国制覇。47都道府県って絶対大変だよね。でも絶対やりたいって思っちゃう。自分がマイナーセンターって名前の頃ならしてその名前の頃に行った気がするな。違うか、どうだったかな。私が昔行った時は何歳だったんだろうか。結構ちっちゃかったんだよね。近場なら台湾。うわ、台湾2回行ったことあるんですけど、台湾だけ。海外は台湾しか行ったことないのね、逆に。すっごい楽しいから台湾行きたい。大和くん。47都道府県からそうなるよね、47都道府県。いろんなとこから配信できますね。兄さんは47都道府県回ってるので制覇しています。ニーナタもいるから韓国もいいや。
韓国行きたいよ。韓国、台湾も一回行きたいなってすごい思う。うん、いいね、夢が膨らみます。マレーシア、おお、ちょっと私の中でおしゃれな感じがするかな。うん、するな。でも行ってみたい。マレーシアってなんかすごい写真集とかのイメージあるよね。また写真集なんでしようとしてる。もういいやシンガポールとかそうだね、おしゃれな綺麗な街っていうイメージがあるな。うんうん、それではお時間がだいぶ進んできているので、ここでカジカジ占いをしましょうか。今日もインチキなしでいきたいと思います。見たいですか、手元。手元今日も映そっか。カジカジ占いとは、皆さんに数字1から6のどれかを選んでいただいて、カジ島が大吉と凶をサイコロで決めるという、そういうやつです。カジ島流の占いなので当たります。それでは皆さん数字を選びください。うちどうにしようかな。選んだことない数字ってあるのかな。5とか選んだことない気がする。5にします。36331、カジ島流怪しいだって。怪しくない、すごいもうピュアな占いだからね。2524、私は5です。今日も一日いろんなことをするので、うまくいってほしいから大吉がいいな。53、同じの嫌だからって、一緒にしようぜそれでは行きましょうか。このサイコロで決めましょう。カッチカッチ占いです。はい、ダン、わ、1を選んだそこの君は大吉です。おめでとう。おいちゃん、あやいばいや、ありがとうございます。ハートもらっちゃった。1が出たってすごくないですかね。1を選んだそこの君が大吉です。今日は素敵な出会いがあると思います。その出会いを大切にしていきましょう。ラッキーカラーは緑です。不安も吹き飛ばして、自信を持って笑顔で一日過ごせそうです。ラッキーアイテムは椅子です。いいんじゃないですか、占いっぽい感じになってきた1発だね。1が出たの珍しい気がします。それでは今日の方を決めます。椅子ってアイテムっぽくないってなっちゃう、確か。それでは今日決めますよ。
すごい、2日連続大吉の人いる、ヒロ君。さすが。いいね。それでは、いきます。今日は誰だ？あれ？一緒の出ちゃった場合はもう一回引きます。せーの。できた。それでは、今日の方を。じゃん。4を選んだそこの君は、今日です。残念。4。やるせない？いいのよ。1へ出ちゃったらもう一回。大吉優先のそういうやつだからね。4を選んだそこの君。確かに4が多い気がする。残念ながら、君の運勢は今日だ。ラッキーカラーは黄色。ラッキーアイテムはゴミ箱。どうかな、今日は。寂しくなっちゃう一日かもしれません。ですが、鹿島のショールームがいっぱいあるので、寂しさを癒してくれたら嬉しいです。部屋の片付けをしたり、リフレッシュして気分を上げていきましょう。おお、いい感じの占いになった。後の人は吉です。よろしくお願いします。私も吉です。火事とてまで4日連続吉だった。おいちゃん転んだ、外さん転んだ。逆にこんな日に宝くじ買おうかなって。カジカジ占いで宝くじ買う感じいいよ。そうか、傘ころ転がないで滑ってるだけだよね。そういうことか。どういうことだ？その他大勢の吉だった。武蔵さん、私もだ。カジと同じ吉。カジカジ占い宝くじは推奨できません。ウケる。初めて吉になったって。ヤナミさんめっちゃ当たったのじゃ。吉の人よろしくお願いします。ゴミ箱持ち屋持ち大凶。確かに。ゴミ箱ラッキーアイテムって言っちゃった。目の前に入ったんです。目の前に入ったんです。私の目の前に。ということで、今日はどんな一日になるのか。チューズデー。鹿島はチューズデー。午前中はちょっとね、書き物がすっごいあるので、その書き物が終わるかどうかがドキドキしています。次の枠が8時半からの配信になります。その後が12時から13時のお昼カジカジが見れます。お昼カジカジをみんな一緒に過ごしましょう。サースデーかチューズデーが、間違えた。チューズデーです。今日はなんかお昼休みとかに見れればなぁなんて思い、この時間にしました。見に来ていただけたら嬉しいですね。そして、あ、お腹鳴った。お腹すいたんだ私。そしてその後14時から、まあ、詳しくは ファンルームとツイッターに今日の日程を貼ろうと思っていますので、見に来てくれたら嬉しいです。チューズデーが木曜日、今日は火曜日。あ、今日火曜日だった。全然違った。間違えたぜ。毎日が日曜日だって。毎日がサンデー。サンデー。サンデーってすっごい素敵だよね。太陽の日だよ。よくない？すごい名前だなって思う。今日火曜日じゃないよ。今日木曜日だよね。
木曜日ってサースデーか、なんか分かんなくなっちゃった。木曜日はサースデーだって、なんか全然分かんない。ちょっとサンデーマネチューズデーウェンズデーサースデーサースデーサースデーサーデーフライデー、やめよう。もう全然やばい。もう本当にやばい。ちょっと英語は難しいわ。カジのイングリッシュ講座。Have a nice day! はい。Very, I'm happy woman. Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Sunday, come again. みたいなやつだ。Have a nice day を最近覚えたんです。そう、使ってみた。ということでアップアップガールズ過去日記は11月4日にワンマンライブを決定しています。エビスリキッドルームにてのワンマンライブなのですが、皆さんと一緒に最高な空間を作っていきたいと思っていますし、ソールドアウトをね今回目指しているということで、私のルームでも買っていただくことができます。りんちゃんありがとう。りんちゃん Thank you。そして10月13日にはプレ公演があったり、11月12日にはファーストアルバム夏場も決定しています。10月1日10月3日新宿ブレイズにて対バンライブがあったり、ゾックさんとくまりデパートさんとアップアップガールズかこかりねえさんとアップガニキのフォーマンライブも決まっています。アップガニキ最近すごい大きいものがね待ってる感じがしますね。いっぱいライブでバトルしたりするのもありますしね、大きいイベントがあったりフォーマンがあったりハンドクライブがあったりなど盛りだくさんですので、ミキにねぜひ会いに来て楽しい日々を過ごしていきましょう。ということでお時間が来てしまいました。1位はあやほしさんです。おめでとうございます。1位だよ。キラキラ輝いていこうね。キュノフェスも決まりましたね。そうだね、楽しみです。楽しみです。みんな来てね。山本さん、コロナ、タカさん、ファイトありがとうございます。ということで最後に、あの言葉で締めましょう。お手を拝借せーの、以上です。ありがとうございました。楽しい一日にしましょう。続いての配信は8時半からお待ちしております。